ああ、レイチェルとフランクの犬。喜ぶべきか悲しむべきか。この車を運転させてもらったんだ。すごく幸せ。本当にフランクと付き合ってたんだね。こんなレイチェル知りたくなかったかも。なんだか雲行きが。クロエは怖がるどころか。レイチェルがフランクにこんな写真を撮らせてたなんて、ラブレターも書いてフランクとやってたなんて、そんなの一言も言わなかった。なんで？怒るって分かってたからだよ。友達なら言うだろ。結局みんな私を裏切るんだ。パパは死ぬし、マックスは何年もいなくなるし、ママはクソ親父と再婚、そしてレイチェルまで。レイチェルは行方不明、裏切られたわけじゃないよ。うるさい、そんなこと聞きたくない。クロエ、クロエさ、人生がうまくいかないからって全部私とか他人のせいにするのは良くないよ。だってそうだろ。それとも私が全部悪いってのかよ。起きたことはしょうがないし、誰のせいでもない。ジェファソン先生が言いそうなことだけど、それにケイトだって。ケイト・マーシュの件は悲しいよ。でも私の人生がクソだってことには変わりないだろ。じゃあ誰のせいだって言うの？父親以外に誰がいるんだよ。デイビッドのこと？違う、パパだよ。私を見捨てて死んだ本当のパパ。代用品のクソ親父じゃねえよ。おじさんはクロエを見捨てたわけじゃないよ。そんなの分かってるよ。でもママは自分を責めてる。パパに迎えに来るように頼んだから。私だって時々ママを責めたくなる。そんな、嘘なんかじゃない。マックスには帰るはずの父親が急にいなくなる気持ち、わからないだろう。わからないけど、でもあの日私は一緒にいた。あれは誰のせいでもない、事故だよ。関係ないよ。あれ以来私の人生はクソまみれだ。でもクロエはまだ生きてる、私と一緒に。余計なお世話かもしれないけど。ああ、ほんと余計なお世話だよ。クロエ、私一人じゃ何もできない。クロエが必要なの。レイチェルも待ってるよ。何今の、何が起きてるの？2人とも写真撮るぞ。はい、チーズ。ほら1+1は見えないって。
パパね、最新のパソコンを買うんだ。フラッシュは平気だったかい？アルバム行きだな。それは私が決めるの。約束したでしょ？ねえ、マックス。ちょっと、顔真っ青だけど、大丈夫？うん、ちょっと、多分、大丈夫。よし、じゃあクロエ、決めてくれ。そうね、家族アルバムに保存ということで。どうなってるの？はいはい、ところで、おじさんがいる。そうだな。クロエはまだ子供。そんなに前まで戻ったの？パンケーキのこと？フランスではクレープって。18歳の私が13歳の自分の中に。朝ごはんが食べてくればね。ウィ、じゃあ卵を割ります。卵はいくつ使うんだ？ママは適当だよ。自分の家族みたいに大好きだったおじさん、とても幸せで屈託のないクロエ。私が買えない限りもう二度と。今度は私が撮るよ。はい、ポーズ。スターにしてよ。若く見えるようにな。知らないよ。クロエとおじさんの絆が見て取れる。それから愛も。そんな写真だね。前にも見たのを覚えている。そういえばこんなの読んでたね。でもこの日を境にこんなに散らかして。一緒にいろんな絵を描いて楽しかった。クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。ツーホエールズで雇って。え？クロエは漫画好きだった。この紙。ああ、買い物ね。もちろん迎えに行く。モカにありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。じゃ。おじさんを車に乗せて。さて。これ忘れてた。灯台。セーブマートまで女王陛下を迎えに行く。てるのか。へえ、本当にシェフのつもりなんだ。ツーホエールズの電話番号。これでおばさんに警告できる。ママがいないときはね。あ、もしもし。ジョイス・プライスはいますか？もう帰った？確かですか？わかりました。すみません。はい、どうも。知らないよ。よし、線を抜いた。ジョイス、家電にもかけたのかい？クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。ツーホエールズで雇って。ああ、買い物ね。もちろん迎えに行く。モカにありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。じゃ。さて、セーブマート。おばさんはおじさんを本当に愛している。女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのでね。バカみたい。それがパパのいいところさ。くそ、鍵はどこに行った？汚い言葉、1ドル罰金。罰金じゃなくて大学資金な。鍵は。発見。こんなところにいたのか。鍵を閉めといてくれよ。仲良く遊んで。懐かしい。夜一緒に映画を見たっけ。あとワインの試飲会はダメだぞ。ええ。言うこと聞かないと。ママ特製のサーモンサプライズとチョコレートケーキはお預けだ。
マックスはどうするんだい？マックスはずっといるの？そうだったな。知らないよ。そうだ、電話線を抜けばおじさんは電話を取れないよね。ジャイス、家電にもかけたのかい？クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。ツーホエールズで雇って。ああ、買い物ね。もちろん迎えに行く。モカにありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。じゃあ。さて、セーブマートこんなに散らかして、一緒にいろんな絵を描いて楽しかった。買い込んだみたいなのでね。バカみたい。それがパパのいいところさ。クソ、鍵はどこに行った？汚い言葉1ドル罰金。罰金じゃなくて大学資金な。鍵は。発見。こんなところにいたのか。鍵を閉めといてくれよ。ああ、買い物ね。もちろん迎えに行く。モカにありよし。すぐ行くよ。じゃあ。さて、セーブマートまで女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのでね。バカみたい。それがパパのいいところさ。クソ、鍵はどこに行った？汚い言葉1ドル罰金。罰金じゃなくて大学資金な。鍵は。クソ、鍵はどこに行った？もう1ドル罰金。破産させる機会。マックス、いたずらもほどほどにな。鍵を貸しなさい。私はただ、おばさんも準備に時間かかるんじゃないかって、もう少し待ってみたら、ごめんなさい。はい。お説教はまた今度だ。あと、ワインの試飲会はダメ。やらないと、絶対。クロエのために、おじさんを救おう。そのためにここにいるんだ。もう疑ってるの？へえ、本当にシェフのつもりなんだ。ママ。